こんにちは、吉田さん。今回はね、やれない理由にしましょうかね。まあ、例えば税金が払えませんとか、ご飯が食べれませんとか、プレゼントが買ってあげれませんとか、車が買えませんとかね、将来が見通しが立ちませんとか、これやれない理由、いろんなやれない理由があると思いますけども、まあ一人にお金がないってことなんじゃないかなと思いますね。じゃあお金が稼げれば、このやれない理由が全部消えるってことだと思うんですよ。で今度はじゃあお金稼いだら全部解決できますよって言ったら、お金を稼げない理由がいっぱい出てくるんですよ。まあ、どうするんだって話ですよね。吉田さんも言われてましたけども、なんて言いますかね、まあ、一部の方はやっぱりこう例外っていうのはありますんで除きますけども、まあね、元気に生きてきて、この日本という国でね、スマホがあって、この動画を見れていたら、この動画を見れていたら軒並み月収100万は稼ぎます。月収100万の前に月収1万とか2万っていうのがあったり、5万とか10万っていうのがありますけども、ね、月収100万は誰でも稼ぎます。あの鼻くそレベルですよ、月収100万なんて。なんかすごいことだなと感じるとしたら、まだ月収1万とか2万とか5万とか10万をやってないからなんですよ。で、一番簡単なのは自分で稼ぐってこと。そうすると自分で問題解決できるようになるんで、誰かの問題解決もしてあげるようになるんですね。で、どうしても自分でお金稼ぐのが無理な方は、まあ誰かのか、なんで稼ぐのが得意な人のそばにいるっていうのもありますよね。まあ今はちょっと通用しないのかもしれませんけど、女性だったら頭のいい男性と結婚すればいいんじゃないですかね。まあこういうとまたね、なんかこう男尊女卑みたいなことになっちゃうんであれですけども、でもやっぱりなんていうのかな、まあ女性が男性の年収を当てにするのはそれ仕方ないことだと思いますよ。で、男性はその自分の年収によって女性をね、いわゆるおびき寄せるっていうのは一つの才覚を見せてるわけですから、やっぱりママもそうだけども、あのやっぱりこう男性も女性も安心を提供することでできると思うんですよね。安心を、安心の一つが、まあ暴力をしないことであったり、賢くって問題解決ができることであったり、お金があるから貧乏させないことであったり、なんかであの安心だな、安定だなって感じさせるから、この会社にいようかなとか、この国にいようかなとかね、誰かのそばにいようかなと思うはずなんですよ。それはやっぱり不安定が大好きでなんか峰富士子とかルパン三世みたいな人生を望んでるんだったら別ですけどね。結局こじんまりとしたいわけじゃないですか、何もせずに好きなことだけやって。だからやっぱりそうなると、自分で問題解決するか、問題解決できる人をまあなんとかね、あの、まあ、垂らし込むって言ったらまた変な言い方になりますけどもまあそういうことだと思うんですよ。いや、ぶっちゃけいろんな綺麗なこと言っても結局そこに行き着くんですよね。で、人生は一度きりなんで、できない理由がたくさんあるなら、その理由をできる理由に変えていくために、解決っていうキーワードがあるんじゃないですかね。で、最初の話に戻りますけども、ご飯が食べれないとかね、税金が払えないとか、車が買えないだとか、将来が不安だとかね、老後の年金どうするんだっていうの、全部このお金の問題ですよね。だからできない理由がお金がないってことに集約されてるわけですよ。ということは、お金を稼げば全部解決ってことなんですよ。でも今度はお金を稼ぐことができないっていう理由をたくさん出してくるというね。じゃあどこまで行ったらどうなんですかって話じゃないですか。単純に雨が降ったら傘を差せばいいわけですよ。傘が差せませんとか言って、傘を持ってませんとかね言うんだったら、あの傘を持ってる人にこう入ればいいわけじゃないですか。あいあい傘でね、向こうが入れてくれるかどうかは分かりませんよ。それどうしようもない人は入れてくれないですから。そういったことを考えると、なんかね、道筋は立つと思うんですけどね。まあ、ちょっといろいろとひどい言葉も並べましたけども、あのなんですかね、就職を全部抜いて真実だけ申し上げたらこういうことなんですよ。他にね、柔らかい言葉でお話しすることもありますけども、ちょっと半分熟成向けのメッセージとしてお話ししておきましたね、吉田さんね。月収100万とか、あの本当鼻くそ、月収100万、今月は月収100万やろうかなと思ったらできるでしょ。真面目にやってればね、真面目にお金のこと考えてれば。で、まあお金のことを考えるっていうのは、要するにそのまま生命のことを考えるってことだと思うんですよね。お金がなくて苦しんでるわけでしょ。ってことは、お金っていうのはそのまま命をどうするかってものになってるんですよ。どんなに言い逃れをしても、そこからは変わらないです。まあ、ですんでね、自らなんかそのできない理由っていうのを見つけたんだったらラッキーですよ。できない理由が分からずにそのまま行っちゃうのとはわけが違ってね。あ、お金稼いだら問題解決するんだ。単純じゃないですか、ここは。
ね、妙な権力が働いてるなんて何でもないですからね。みんながね月収100万稼げるんだったら GDP が10倍くらいになるんで、本当みんな幸せなんですけどね。なかなかそうもいかないですね。いってらっしゃい。